イアン・カニングは、イングランドの映画プロデューサーである。英国王のスピーチを制作したことにより、アカデミー作品賞、英国アカデミー賞作品賞及び、英国作品賞を獲得したことで知られる。2008年に制作パートナーのエミール・シャーマンと共に、シーソー・フィルムズを設立した。シーソー・フィルムズ設立以前には、ハンガーとコントロールの制作組織を務めた。ハンガーは、 ボビー・サンズの最後の一週間を描いたスティーブ・マック・イーンの長編映画デビュー作であり、マック・イーンは第61回カンヌ国際映画祭でカメラドール、第62回英国アカデミー賞でカール・フォア・マン賞を獲得した。一方、コントロールはジョイ・ディビジョンの歌手のヤンカーアーティスの物語であり、第60回カンヌ国際映画祭のカメラドールと第61回英国アカデミー賞の カール・フォア・マンショーを獲得した。2008年にシーソーを設立するとカニングは、トム・フーパー監督、コリン・ハース主演の英国王のスピーチ、ジム・ローチ監督のオレンジと太陽を制作した。2011年には再び、マック・イーン監督と組んだ、シェイム・シェイムの撮影が完了し、英国では、モメンタム・ピクチャーズ、米国では、ホックス・サーチ・ライト・ピクチャーズが、配給権を獲得した。 シェイム・シェイムは2011年9月に第68回ベネツィア国際映画祭で上映され、主演のマイケル・ファスベンダーが男優賞を獲得した。カニングとシャーマンは英国王のスピーチの成功により、メディガーディアン1002011に名を連ねられ、業界のビッリグイリーグ入りをしたと評された。同性愛者であることを公表している。ありがとうございます。